んで敵さんは何でこんなところを襲撃するんだ記録ではこの日石田三成が豊国神社を参拝するからおそらくそれ狙いだろう自信なさそうだなえ敵の考えていることを自信を持って言える者がいようかそもそもなぜ石田三成を襲撃するほっときゃ死ぬのになそれもあるが そもそも関ヶ原の戦いを阻止するなら浮田秀家を狙うはずだだなまあやめやめお前の言う通りってな敵のことなんざ考えてもしょうがねえ行こうぜ俺たちは戦うまでの話だああ行くぞ